赤坂コーチングの西村です。本日は私が仕事で一番大切にしていることです。これは菅谷さんのメルマガのお題の6日目です。私が仕事で一番大切にしていることは相手に合わせることですよ。クライアントさんに、だってクライアントさん本当人それぞれなので、その雰囲気っていうか調子っていうかに合わせたコーチングしてます。なんか体感重視の方と視覚重視の方と話しっぷり全然違うんですよ。で、私がコーチングでビジュアライジングの手法とかご案内しても、なんかシュシュッと腹落ちする人と、そうじゃなくてゆっくり考える方と、そんな感じで全然違うのですね。そういうペースっていうか雰囲気に合わせたコーチングをさせていただいてます。あとはちょっと場の雰囲気とかも少し大切にしてますかね。ホテルのラウンジでやったりしてますし、あと詐欺にならないように適正な価格で適正な内容をみたいなことも少し気にしてます。なんて言えばいいのかな、詐欺にならないようにきちんとその方に効果出てるかなみたいな、コーチングってクライアントさんがメインなんですよ。だからコーチはあくまでゴール設定のサポートですから、あんまり私が喋りすぎないようにっていうあたりはものすごく気をつけてます。やっぱり聞かないと、クライアントさんの話聞かないと聞いてなんぼですからっていう、そんなところでございます。